ゴーストリコンシリーズは、トム・クランシー監修のゲームシリーズであり、UBI ソフトにより発売されている。同じく、トム・クランシーが監修している、レインボー・シックスシリーズとは異なり、彼の小説を原作とはしていない。西暦2008年、超大国ソ連復活を目指すため、ロシアの極右政党をはじめとする、国粹主義者たちがクーデターを起こし、首都モスクワを占拠。的作戦により、 ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンを併合すると、グルジアやバルト三国である、エストニア、ラトビア、リトアニアを再併合しようと試みる。その結果、ナト o をはじめとする、西側諸国と戦争状態に突入する。戦局が長引くにつれ、捕虜や死傷者の数は増大していた。ついに、 グリーンベレーの寄りすぐりで構成されたゴーストのニックネームを持つフォートブラック基地所属の米国特殊部隊グループ5第1不評部隊 D 中隊が投入されることとなる。ゴーストリコンデザートシージロシアでの大変動の結果、世界各地で局地的な紛争が同時多発的に発生した。西暦2009年アフリカ西東北部。 60年間という長い年月にわたって続くエディトリアとエチオピアの紛争。この二国間の紛争が世界貿易に重要な役割を果たしている航海の船舶航路を脅かしつつあった。そんな中、着実に進んでいた両国の和平交渉は横流しされたロシア兵器で武装したデスファエウォルド大佐、率いる反乱分子によるクーデターで白紙に戻され、 エリトリアに敵対を宣言し、侵攻を開始。壊滅的な干ばつと飢饉に見舞われていたエリトリアは、この緊急事態により、国内情勢が危機的に悪化する。人道的観点から事態を重く見た国連は、ゴーストに出動を要請。クーデター軍をエリトリアから撤退させるため、戦うこととなる。ゴーストリコンアイランドサンダー西暦2009年のキューバ、カストロの死後。 数十年ぶりに行われる自由な選挙。しかし麻薬による資金で力を握る将軍と傭兵部隊によって、その選挙が騒乱に落とし込まれようとしていた。国連軍の一部隊として派遣されたゴーストはそれらを排除し、自由な選挙を実現し、キューバに民主的な政府を誕生させるため強欲なリーダーや反乱軍と戦うこととなる。 ゴーストリコンジャングルストーム平和が戻ったキューバ。キューバのエバナ大統領は恩赦を出し、元 FDG のメンバーは組閣に加わった。しかし、同時にコロンビアのボゴタでアメリカ大使館を狙ったテロが発生する。コロンビア政府は麻薬カルテルに絡む軍事組織 MFLC の仕業であると告発。MFLC 側も政府の陰謀だと反撃する。 ついには両者による武力衝突という最悪の事態にまで発展する。ゴーストはその事態を避けるためコロンビアへ派兵される。西暦2010年の北朝鮮。長年の強作や怠慢は北朝鮮国民に惨状をもたらしていた。政府が軍事費に10億を集中させたことが原因で国土のインフラや農村の基盤が崩壊。例のない人道被害にまで直面する。政府は 外国から支援を受け入れざる状況になり、軍事費は抑制されることとなる。北朝鮮軍は彼らの権限が官僚によって遠くに追いやられることに激しく反発、カリスマ的な指導力を持つジャン将軍の背後に集結する。ジャン将軍は裏切り者や資本家は北朝鮮人民の生得権を交換する権利などないと発表。ジャンの軍隊は 他の軍の派閥を速やかに壊滅し、北朝鮮全土に補充の軍隊を動員させる。また、ジャン・ショ軍は北朝鮮で最高の権力を手にすることとなり、東アジアの情勢が不安定となる。西暦2007年に日本海において朝鮮半島の情勢を探っていたアメリカ海軍の新型情報収集船クラレンス・イー・オールシュが謎のミサイルに撃沈され、 真相を探っていたアメリカ政府はスコット・ミッチェル対イラ・ゴーストを派兵したこともあり再びミッチェル対位率いるゴーストは北朝鮮へ派兵されることとなる上記は PS2 版と GC 版の設定である Xbox 版では異なり PS2 版及び GC 版の1年後の2011年を描いた続編的な内容になっている西暦2011年 ジャン・ショ軍は政府に対し軍事クーデターの反乱を起こし国家権力を握った。権力を握ったジャン・ショ軍は核兵器を保有し韓国及び周辺のアジアに対して復讐攻撃に備えていた。NATO とアメリカ政府は朝鮮半島が再び不安定化する前にジャン・ショ軍の野望を阻止しようと大規模な平和維持軍を送った。アメリカ政府は派遣団の一つとして NATO 軍と協力のもと、スコット・ミッチェル率いるゴーストを再び、北朝鮮に派兵される。本作品は、PC 版の発売も予定されていたが、発売中止となり、今週ーマーのみでのリリースとなった。スプリンターセルカオスセオリーは2007年の、北朝鮮が舞台であるが、スコット・ミッチェルらゴーストが任務を遂行していた、PS2 版及び GC 版の、クラレンス・イン・ウォルシュ撃遂の後の話。 以前のサム・フィッシャーが任務を行っていたウォルシュが撃墜される前の出来事など、同じ時間軸での別の視点で描かれており、クロスオーバーしている。ゴーストリコンにサミットストライク成立2012年のカザフスタン。悪名高いアサドラヒル将軍率いるアフガニスタンのテロ組織と武器承認により、カザフスタンの大統領と安全保障理事会のメンバーが爆弾で暗殺され、 混乱に陥っていた。大統領が暗殺された後、カザフスタンでは国家の政治権力の制圧をめぐって、軍内部で対立が深まり、派閥に分裂し、内紛状態に陥っていた。ラヒル将軍は影響力を強めようと、手中に収めたカザフスタンの派閥軍を使い実権を掌握していた、力を強めようとしていた。国家に忠実な軍人たちは、 国連地上軍に接近し地域の安定を図ろうとした。そしてスコット・ミッチェル率いるゴーストはラヒル将軍を捕らえ彼の軍を武装解除するためカザフスタンに派兵されることとなった。西暦2013年のメキシコ。北米サミット開催中、アメリカ大統領が過激派に襲撃される。事態を重く見たアメリカ政府はゴーストをメキシコに派兵する。 西暦2014年アメリカメキシコ国境付近で反乱軍によるテロが発生した。米国大統領からの命令はテロリストの無力化と核弾頭の存在の確認することだった。スリランカのジャングル地帯を舞台にテロリストと戦う。プレイステーションポータブル対応で北米にて2010年に発売された。ニンテンドー 3DS 対応2011年春発売。 発表時タイトルはゴーストリコン4だった。舞台は2024年のロシア。PC 版が2012年6月12日、Xbox 360、PS3 版が2012年5月22日に北米で発売された。オンライン用のマルチプレイヤーゲームとして、北米で2012年に Windows にてリリースされ、Wii U にもリリースされた。2014年、 ゴーストリコンファントムズに名称を変更した。麻薬戦争を題材とし、カルテルとの戦いを描く。舞台は2019年のボリビア。オープンワールドであり、日本では2017年3月9日に発売。舞台は南太平洋の島、アウロア。反乱を起こした元ゴースト隊員との戦いを描く。2019年にリリース。 バトルロイヤルゲームのような資材収集やサバイバルの要素が盛り込まれている。ゴーストリコンデビットマイケルズによって書かれたゴーストリコンシリーズの小説作品。舞台は中国。スコット・ミッチェル率いるゴーストが中国の東海岸に潜入し、台湾を含む太平洋地域の支配を企む中国の軍事指導者の一段の野望を阻止する。 ゴーストリコンコンバットオープス2011年3月29日に再びデビッド・マイケルズによって書かれたゴーストリコンシリーズの小説作品第2弾。今回の舞台はタリバン支配のアフガニスタン。タリバンの指導者ムッダー・モハメット・ザヒド率いるテロリストを倒すため再びスコット・ミッチェル率いるゴーストはアフガニスタンに派兵される。 ゴーストリコンワイルドランズダークウォーターズリチャードダンスキーによって書かれたゴーストリコンシリーズの小説作品第3弾舞台はベネズエラ領のアマゾンを口アマゾナス自由革命軍を名乗る武装勢力に拉致されたアメリカ人の救出劇を描くワイルドランズの前日弾にあたりワイルドランズのゴーストチーム誕生が描かれている ゴーストリコンシリーズに登場する兵士は4つのタイプに分かれる。ありがとうございます。